はい、おはようございます。はい、どうもです。おはようございます。37回ね。そう、結局なんか夜明かすことになっちゃったな。でモンスターハウスどうしようかな。昼のモンスターハウスなんとか打開するか。場所ぐらいなんかあるんだっけ。ちょっとアイテムもうゼロなんだっけ。場所がはいはい、ん、対 M ってなんですか。ん、まあいいや。場所替えがないんだよな。あ、飛びつき合いから移動はできるか。ん、聖域、魔導、杖もあまりないんですよね。場所替えがゼロなんだね。そっか、人足がゼロ。はい、封印が3ですね。まあ魔物部屋ひるちゃい読もう。よし、まあとりあえず夜を貸すか。ここ安全なはずだからね。で、壺、朝になると消えちゃうかな。ちょっと技もったいないから使ってもいいけど。あ、消えちゃったね。あ、はいはい。いやいやいや、とんでもないです。はい。松明どうなんですかね。はい、わかりません。で、アイテム消えちゃったな。どうしよっか、ここ封じて、アイテム稼ぎたかったけど、アイテム無駄使っちゃったからな。行っちゃおうかな。そしたら。行っちゃおうか。どうするべきか。ちょっと虎の子の壺使っちゃったからね。どうしようかな。魔物部屋にして、聖域とか使わなくちゃいけないかな。全部倒すのさすがにきついよね。どうしようか。どうしようかな。やっぱツボ消えちゃったんだな。聖域使っちゃおうか。じゃあ、いや、ここはどうやってもアイテムを稼ぐべき時と見た。だからここ拾って、ちょっと投げられるんだよな。でもな、上の方にまあ1対1の状況を作れるんだから、まあいいのかもしれないけど。よし、じゃあ聖域置いちゃおう。あ、待てよ、聖域置いたの無礼全部倒せるのか。多分いいか。聖域じゃあ使っちゃおう。はいはい。いや、わかんないです。出るんじゃないですか。でもちょっと賭けに出なくちゃいけないんじゃないかなと思ってるんで、ちょっとなんか想定した状況じゃないんだけど。まあいいや。どこ行っちゃった。魔物部屋どっか。あ、あった。待って待って、聖域だ。聖域じゃ使っちゃいますね。聖域の上に乗っかって倒そう。これ置いて、よーし、じゃあ読んじゃうぞ。あとは野となれ、山となれ、みたいな。腕がありますね。ちょっと投げてくるかな。聖域使っちゃったか。あの壺ね、安全地帯を作りつつ何とかしようと思ったんですけどね。だけど夜読めなかったんだね。松明ないからまあしょうがない。だから多分ベストなのは昼間読んで、安全地帯に逃げて、でしのぐってのが良かったかな。ちょっと、難しいな。はい、あ、どうもです、こんにちは。
はい。相手負けないですね。確か。リターンは持っていく。で、これ。これが強力なものであってくれれば。はい。対策ではない。回復であってほしいが。どうかな。ちょっと待って、違いみたいですね。とりあえず罠の上に投げられるの嫌だから、さっきのデターン、使いたいけど上から嫌なやつが来るね。デターンは上のやつに使えばよかったか。こいつ毒液かって OK か。はい、どうもです。こんにちは。これなんだろうな。とりあえず回復ではなさそうだね。外してたと。で、松明。松明は絶対落ちるから。どうしようかな。いいや。なんでもいいや。アタック、格納しとこう。で、やって。また来たか。ちょっと欲しかったもんじゃないね、きっとね、これ。壁抜けはどうも出ないみたいなんで、確認するだけ無駄ですね。吸い出しは、まあ、変幻じゃ読むか。なんかいいもん出てくれればね。力はいらないから、どうでしょう。ところ置かない。混乱は、どっかにあるのかな。混乱の札。ないかな。ないか。まあ、置いてくことはないよな。皮置いておくか。あ、ちょっと待った。ガオーラ。きついかな、今回な。強戦士の札は、まあ、とりあえず捨てていくはいかないですね。ん？あと保存だ。間違った。ガオーラか、でも使うか。混乱の札は、石6個。まあいいや、これ拾っちゃおう。はいはい、うん、プラチナです。保持しまった、保持出しとくんだった。ちょっともう遅いか。でもしょうがない、でも一撃か。まあいいか、保持は。これなんでしょうね。なんだろう、識別あるんだけどな。そこにもう1個、あ、2つ腕があるな。チャンスはあるな、まだ。で、飛行機飛んでやがるな。これから来るのは。そっか。こっちに来い。あの聖域もったいないよね。どうしようかな。リターンはどれぞれと。うわ、強戦士か。さすがに10枚あればいいかって思うけど。松明、出ましたね。あと2つあるの。よし、いいぞ。まあ、ちょっと夜、ホラーラビが出る回数は夜抜けたいかなって思うんで。じゃあ、調整して夜抜けようか。挑戦士13枚も多分使わないと思うけど。でも、まあ、複数の敵が迫ってきてるっていう状況があれば、まあ、使って逃げるってのもいいんじゃないですか。すごい松明だ。変面はどうしようかな。石投げちゃおうか。うわ、睡眠受け。まあでも持ってるか。じゃあ変化だ。ちょっと赤いアイテム出てくんないと。せっかく聖域読んだのにっていう力出なかったね。くそー。
残念だね。これは非常に残念。くっそー。あ、二つもいらなかったかな。松明。松明は絶対拾ってるから。ちょっと考えてもらわないと。マジでやってけねえ。はい。うん、そうそう。なんだけど、今、そういう環境がないんですよ。酒はね、うん、はい、お酒飲んでないですね。場所替えゼロを交換しようか。ちょっともったいないけど、結構場所替えマジで欲しいんだけど。いらない杖結構あるんじゃないかな。場所替えゼロね。ハイマス中入れるべきか。まあいいか、お前たち入れちゃおう。で、黄色バーナーこれ食べちゃった。で、罠見てなかったっけ。あそこハイマスがここで、あー待って、あれ拾ってないんだ。まあ3本出てくれましたね。まあともかく、じゃあスキルツ読んじゃおう。ここに、なんだろう、水雲か。そっか。でもまあ命救われるってこともあるかもしれないね。よし。で、あれがお払いと。お払いは、1枚あるか。飛ばしゼロ。よし。じゃあ行っちゃおう。夜にした方がいいかな。これはしばらく夜にした方が安全かな。で、ガンガン進んじゃおうか。ちょっと待ってください。そんなでも危険でもないかな。ホラーラビが出る、39から41は、じゃあ夜に行って、じゃあメモしたいとも出るみたいですね。こんな余計は持ってないからね。あ、飛びっくした。はいはい。場所がゼロ残しときたい？じゃあ何切るかってことになるよね。何切るかな。そうすると。水枯れ？まあこれはもしかすると使うかもしれないからね。あ、待てよ。水具もあるんだけど。そうだ、水具もあるんだよ。よし、じゃあこれいらない。ダメージでかい。ダッシュするじゃなかった。魔導だ。もったいな。場所替えね。よしよし、ちょっとダッシュはしない。ダッシュはしないぞ。よーし、じゃあ行こっか。まだ全部回ってないんだね、ここね。じゃあお前いいや、行っちゃおう。本当は回った方がいいよな。回るか。しっかり回った方がいいかな。ちょっとわからないね。あ、回った音変だ。はい。で、売り上がる。近くによって。なんだろう。丸太か。はい。いや、どうなんですかね。わかりませんけど。でも、まあ、上手い人だったら全然できるでしょ。あ、夜になるか。そうか。あ、下タイマスですね。よし、じゃあ回ろう。普通にいいか、殴って倒すか。あ、投げられるか。まあ投げられたの OK。特に問題ないでしょ。そこ投げるのね。楽しいね。わっしょいわっしょい。右からは。
攻撃力若干低くて助かるな。下にある松明何なんだろう。何松明かな。いい松明ですか。じゃあいい松明でいっぱい来るね。あ、投げられるの。おっと、ちょっとあんま、あの抜け駆け連戦とかよくない。はいはい、ウホー祭りだね。まさか、まさっぱらから。うーん、まあいや、戦うか。なんとかなるな。回復の腕は欲しいね。あの腕は何だったんだっけ。まあ見てないか。やば、毒消しか。畜生って感じ。いや、回ろう。はい、ワンアップストーン飲んじゃおうか。まあ恩恵受けられないけど、そんなに。こちら行くか。あ、うまいことに逃げられるかな。あー、やめろ。どうしようか。うーん、あともうちょっとなのに。一歩上。っていうか消化罠消えてないんか。素早さそうなんで逃げられないかな。飛びつきとか今使いたくないよね。もうなんだよ、しょうがない、もう飛びつくか。ああ、あと数ターンだぞ。あと数ターンなのに倒されかねえ。あ、こいつどこだ。ちょっと待って、ああやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、もう、バックス読むか。まあいいや、初めから読めなかった。よいしょー。もう、経験値稼いでやる。ちょっと思ったよりターンあったね。じゃあ、いよいよ台つけて回りますね。回った方がいいんかな。そくるのがいいんだっけ。まあ、39からそこ行ったんだっけ。じゃあもう行っちゃおうか。そしたら、とか言いつつ今探索してるんだけど、行っちゃおう。このタイプでいいかな。回復？ターン惜しくないですか。慎重にいけば多分、まあ、一撃食らったら終わりの状況だけど、39からホラーラビタそうで、なんで、パパッと抜けちゃおうかなと思いますよ。昼間は、きつそうなんでね。39から41まで。まあ、抜けられればですけど。やだね。ガラいるんだね。でもラビよりかマシ？ちょっと離れて。あ、離れないの？これもしかして。挿入やつ？ちょっと。いや、こっちから探索しよう。ああ。しょうがない。慎重に。向こうには見えてるんだよね、きっとね。つい振られることもある。と、一時、あ、つい、じゃなかった。負け物。お払いか。もういいよ、お払いはいいや。バナナ、バナナが非常に邪魔なんだが、さりバナナはよかった。んー、ダダンの回数か。盾なんだ、ギャドン一応持ってく。ゲージがなんか大外れなとこまで来ちゃったな。ちょっと待って、
階段悪いんじゃないこれ相当。もしかして。いやー怖いね。ちょっとオーラ多いぞ。盾がある。ちょっと邪魔するな。何歳かも使っちゃうか。あ、これ倒せるんだな。思い立ていらないか。ちょっと柄が。腐ったバナナ。どうしようか、これ。ないか。いっぱいありますね。相当勝てたな。階段どこだ。あ、夜開けちまうぞ。全然進めてない。どうするか、どっかで夜開けるか。どこだ。水雲。なんだろう、背中だ。やった。これはありがたいが、窓を切るか。これ何入れるかな。あ、そういえば松明1個持ってきてなかったんだっけ。あそこに落ちたやつ。まあいいや、手蓋にしていいや。これは700ビターン。どうしようかな。まあいっか、金拾っちゃおう。で、ん、危な、これなんだろう。ああ投げたやつか。階段どこだよ。どっかで夜を開ける感じじゃなかった、昼を抜ける感じになるかな。ちょっとこれ危ないもんね。どうしようかな。あ、あった。よし、行こう。いや、行っちゃってよかったかな。とりあえず、通路に入らないと。40ねえ。どうしようか。危険すぎる。技。まあいいや。お、負け物。技回復か。ちょっと今。あ、ここか。やった。すごい近かったね。はい。今41。はい、ここまで出るんだね。あ、とわー、そうだ。そんなに強くないんだっけ、そういえば。昼の方が強いって書いてあったな、なんか。地の恵み。ん、ちょっと待って。ちょっと待って。どうしよっか、これ。とにかくこんな余裕はないんだから、なんか封印が、ラビがいますね。まあ、とにかく混乱される状況は嫌だから、多分腕っぷしはそんな強くないから、一時しのぎでもいいか。そうですね。一時しのぎしちゃおう。で、剣、ドローンして、ちょっとここでダメージや。強っ。お、なんか出たぞ。なんだ、あ、合成か。よしよし、いいじゃないか。盾。よし、今何持ってるんだろう。ヤンヤンギャドの盾。じゃまずこれを置く。まあ、修正値があるかもしれない。確かにギャドン入ってるよな。説明、入ってますね。だからまあ、修正値狙いで。あとは、これだけか、でも。かまいたちがあるんだ、どっかに。持ってきてるよね。あ、あったところね。はい、取り出す。マトッコ入れないですね。マトッコ入れないですね。修正ついてるけどさ。はい。4回かな。
どうしようかな。ここで合成するべきかどうか。とりあえず、ギャドの修正値見よう。あ、プラス2か。いいですね。5回だから、1個余るんだな。なんか盾入手できるまで、少し粘ろうか。持っていけるからだけど。封印。封印の蓋って思ってるかな？封印の札。これ杖。持ってないか？入れないですね。どうしようかな。入れるか。上から来る、ああいうの見ると。背中押すか。どうぞ当たってくんないかな。また殴って、よっしゃ。まあ攻撃力は32か。そう、どうしようかな。じゃあやるか。やっちゃおう。これと交換しよう。で、水蜘蛛ね、入れられるかな。大丈夫そうだな。よし、本当は待ちたいけどね。投げちゃっていいよね。吸い出しがあるんだっけ。あ、読んだか。じゃあ投げちゃう。今防御力34で、これで OK。 よし、じゃあどんどん行っちゃおう。これあんまり意味ない。でも階段近い。あ、危ない、ちょっと危なかった。そうだ、攻撃力低いだった。どうしようかな。夜待った方がいいかな。そこでいいんですかね。今、41までホラーラビが出るのね。ちょっと今危なかったね。42から砕かれるとか出るんだね。42からちょっと楽？居合が出るけど。いや、オドロも出るかな。オドロでも43か。41抜ければ若干楽？っていう風に言っちゃっていいかな。45からキラーギアサが出るみたいですけど。水星特攻入ってたかな。入ってますね。少し回りたいか。どうすか。一歩入る。どうしようか。よしよし。どうしようかな。今更封印しても遅い。ああ、来なくちゃね。一応出しまーす。はい、ご視聴ありがとうございました。通訳も心あればよろしくお願いします。